ガンダムの艦船の艦砲は何連装が正解になるんだろうか?に対する反応集をお送りします。単装砲より2連装砲、2連装砲より3連装砲の方が、砲門あたりの重量や面積が抑えられ、その分周囲の装甲を強化したり、別の施設を置くことができるとされる。2連装砲を装備する艦艇が多いのはなんでなんだろうね?実弾じゃなくてビーム砲なら、弾薬装填の負担はないのに。そりゃ12連装よ。最高に頭悪くていっそ好き。令和のトレンド。対空砲の部類だけど現代の艦艇でも12連装砲存在してるしな。14連装、ってのも存在しますせ。そういやキットはハモニカ砲をフリーデンで使えるように改造しててもよかったのにな。結果としては GX の回収に使って正解だったとはいえ。俗説だけど過剰に重武装化しないことでうちは綺麗なバルチャーですとイラン警戒をさせないみたいな話を見た。100連装砲、1000連装砲、3000万連装砲余裕があればこれだけいける?お前、小学生か?それはもうすでに戦艦やなくて、ダダの砲塔だけやろ、笑い。余裕があるなら1回の砲撃で敵を全滅させる単装砲を搭載すればよい。つまり超巨大戦艦にコロニーレーザーをくっつけるのよ。それ、戦艦部分いる?そりゃ横に並べられるほど当たりやすくなるし許容内なら多いほどいいだろ。宇宙世紀ならハイパーメガ粒子砲の単装よでも対空砲はたくさん欲しい。単装砲でも3連装砲でも当たれば相手を沈められるなら砲門は少ないほどコスパがいいんじゃね。てかどうせ外す時の方が多いから無駄にするエネルギー量を減らすのにも単装砲の方がいい。ミリオタ的観点から言うと門数は多ければ多いほどいいが、それに応じて重量が増し、砲塔全開速度が落ちるため増やせる門数には限りがある現代艦でなぜ単装砲が多いかというと、単装砲でも十分な連射能力があり、対空にも用いることから砲塔全開性能を重視した結果そうなったガンダムにおいてメガ粒子砲の連射能力は高くないような描写がされており、一連射能力が高くないのであればできる限り門数を増やすのは理にかなっている。しかしながら前述したように門数を増やせば増やすほど重量が増え、砲塔全開速度が落ちること、またターレット口径も広くなり、それに伴って占有スペースが大きくなることから連装砲に落ち着いたのではないだろうか。12門は砲塔ではなく固定砲なのでこれに当てはまらない。これは助かるマジレス。現代艦艇において、砲は拳銃どころかナイフ程度の扱いなので、1門ぐらいしかリソースを割く価値がない。また、連射ができるので多連装にせずとも十分な命中速度を確保できるから、多連装にするとただ散布回が大きくなるだけというのもある。かつての戦艦の場合は、装甲でガチガチに固める必要があったし、機構的にも後継的にも連射が効かなかったので、多連装して砲数で命中速度を稼ぐ必要があったし、まとめると装甲重量が抑えられるメリットがあった。ただ、生産性とか、バーベット系が大きくなるデメリットもあり、だいたい3連装程度に落ち着くことになる。戦艦直結のビームライフル持った MS 並べた方が良くない?その方が良いと思った理由を説明してください。戦艦と接続するメリットがビームライフルのエネルギー切れがなくなる以外にない想定なら完全に無意味多めの E パックを装備すればエネルギー切れは解決するし、そもそもケーブルが届くぐらいの至近距離にいるなら帰還するなり E パックを追い出してもらって受け取るなりすれば良いだけ。MS の母艦を母艦させるための手法だぞ。オリジンの話だけど空母ドロスはその強大な手法の射程から驚異的な存在だってん。艦砲は無駄にでかいだけではなく射程距離が来砲よりはるかに長いんや。戦艦に MS の距離感で戦えなんて母艦出撃拒否するね。よくない断言、なぜ MS の利点をわざわざ殺すのか。艦についてる現行の方に MS の利点例なんだから MS の利点、射角やシールドによる防御がある MS の方がいいよね。 MS が量産されてるんだから整備性もむしろ高いし、艦砲は整備ドック戻らないと整備できないけど MS 乗せてるなら艦内に戻して整備もできるし艦載機と入れ替えることもできる。それなら艦についてる MS の利点がレーダー単体で戦艦撃てる火力があるんだから自由に行動させた方がいい。砲のスペースに MS を乗せられるんだから艦載数が増える分プラスだぞ。艦砲担当の MS が艦から離れたりできるなら艦載数増えると言ってもいいが、離れた瞬間から艦の砲門数減って防空網に穴ができることにつながるんですが、離れられないなら砲塔でいいという MS 化にこだわりすぎて本末転倒している。艦砲が必要なら離れなければ従来の艦載数で MS 戦闘できるので今までと変わらない。艦砲が必要ない戦況なら出撃して MS の数を増やせるので今までより有利になる。それサラミスみたいな露天つなぎ止めと何が違うの？艦載砲をなくした分 MS が多く置ける。あとブリッジの砲撃手が MS を艦砲として操作することでパイロットが乗り込むまでの牽制に使える。奇襲受けたでもなければ戦闘配備してから戦闘開始するのにパイロットが搭乗機に乗ってないってそれどんな怠け者よ。ミノフスキー粒子の影響下では目視するまで接敵に気づかないんだからパイロットが乗り込むまでの牽制は必要。ミノフスキー粒子の影響は粒子濃度で異なり濃度はきちんと観測できます。濃度の薄い状況では目視以外でも観測できるし、濃度が通常より濃ければその濃さが敵が来たことの証明になるので目視以外でも接敵に気づける。劇中で接敵に気づかずに奇襲受けてる場面いくらでもあるけど、
方のスペース云々より管の電力から同時使用できる訪問数が限られてるだろうから無制限に多連装にできるってもんでもないだろう。まあ昔の水上艦だと砲外機つ破壊された場合の総火力低減率と搭載できる重量の兼ね合いで2連装砲を多数配置するのが一番効率が良かったっぽいけど、ポンポン砲みたいな艦砲を望みか。グリプス戦役では単装長方針が流行ってたな。5つ揃って連装。宇宙だけなら空力、浮力など考慮しなくていいので重量はさほど気にする必要はない。多連装砲を少数配置するより全周囲攻撃できるように艦艇のあちらこちらに多数配置する方が死角はない。ただ無闇に配置すると射角の問題で戦闘時撃てない方が出てくるので配置位置には注意が必要。結論、単装砲か連装砲を全周囲攻撃できるように配置。ラーカイラムの砲塔配置は結構好き。必要が絶対だから、その重量を動かすためのエネルギーは必要。むしろ空力や浮力がなく、自前水力だけでやっていく環境で完成などを考えれば、地球上よりも質量を考慮しないといけない。残念ながら重力がなくなるのであって、質量がなくなるわけではないので。4連装砲こそ正義、オフランスノー。KG5A、2連装との混載だからコロラド&ノースカロライナ、米、設計変更だから。リシュユーの4連装砲ってあれ厳密には 2×2 連装砲なんだっけ。純然たる4連装はネルソンだったはず。見た目は強そうだけど、当然ながら口径が小さいので威力は大したことないんだよな。リシュユー級が38センチ。キングジョージ5世級だと 35.6 センチで、40センチ以上の砲を装備した新型戦艦とは勝負にならない。2連砲か単砲が実用的なんだろう。MS がない艦隊戦なら数が多い方が勝つは理論になるかもだけど、MS による艦隊攻撃が多いと中近接装備が重要になりそう。主砲は重要なダメージソースであるが牽制の意味合いが強いのもガンダム世界っぽい。砲塔を設置できるスペースが十二分にあるなら単装砲の方が効率が良い。必要であれば各砲が括弧で照準して対空戦闘もできるし、砲塔が一つ被弾しても砲は一門失うだけで済む。ただその分装甲化する区画が増えて重量増の問題があるから多連装の方がデザイン上の都合が良い。ガンダム世界は艦砲が役に立つシーンが少ないので単装砲が3つあれば良いんじゃね。大口径の4連装砲塔の上に MS 用のビームライフルを改造した両用ビーム砲をハリネズミのように積んでもそれはそれでリアリティあって良いと思うけど。前走砲とかってより、船体の上下は左右にあった方が良い気がするな。宇宙で下から来られると普通は対応砲ないし後は砲塔が真上も向けれる方がいい。対 MS なら、戦車砲の対人三段みたいに一度に数百発ばらまけると良いかも。その用途、射撃精度無視なら、口径に全振りして砲塔短くても良いか後は船の正面に立てほしい、敵艦がいる方向に向けるわけだし。海みたいに全身から砲塔を生やして全方位攻撃。実質空母なんだから対空、対 MS、砲座だけでいいんじゃないの？長距離は当たらんでしょ。前に東部バルカンの話題でもあったけどビーム兵器は弾薬装填の負担はないとかほざいてる時点でお題主は UC におけるビーム兵器の原理すら知らないにわかだろ。実際はジェネレータから身の糞を供給するエネルギーラインもしくはコジェネレータ、有刺加速用のアイフィールドジェネレータ、メガ有刺をストックしとく用の ECAP などもろもろの設備が必要なのに。世界観によるんじゃね。鉄血世界の装甲強襲艦なら1に装甲2に水力、3に積載能力でかなり優先順位が落ちて飛砲。これなら、ワンチャン相手の装甲が抜けるように、最大口径砲を単装、多くて連装にして数門程度設けるのが望ましい。宇宙世紀だと数機寄って高ったら簡単に艦船が落ちる火力を MS が傾向できてるわけで、それと同程度の砲を積んでも仕方がない。なので MS 運用艦に積むべきはお守りとしての対空価値と必要であれば拠点攻撃用の超長射程の大口径砲だろう。ネイルアーガマはある意味完成形やね。去年戦争以降 MS 運用能力のない戦闘艦って出てきてましたっけ。83に